したの？何？聞こえる？聞こえる？聞こえる？リスナーのみんな聞こえる？こんにちは。待って、レナ挨拶の時マイクミュートにしてた。改めまして、はじめまして、同じくボイスオーレ1期生の白鳥れなです。はい、では続いてですね、れなちゃん自己紹介。ちょっとね、すごくね緊張してるんだけど、頑張ってやってもらいましょう。来てしまいましたか。頑張れ頑張れ。自己紹介させてもらいます。はいはい、改めまして、白鳥れなです。年は17歳、女子校に通ってます。で、身長は160センチです。まあ、平均身長ぐらいじゃないかな。はい。で、イラストレーター、れなをデザインしてくれたのは、ナビ様です。ありがとうございます。ライブ 2D セットアップ師さんは竹柳様、本当にありがとうございます。自己紹介詳細なんですけど、ちょっと緊張してるけど大丈夫だよ、ちゃんと喋るね。私たちがいるよ。まあお家がいわゆる富裕層、まあちょっとお金持ちっていう言い方はあんまりしたくないんだけど、まあでも、大きいお家に住んでます。で、すごく、使用人のみんなとかお父様とかお母様とかすごく優しく、扱ってくれる、優しく対応してくれる。だけど、なんだろうな、小さい頃からあんまり接してきた人たちがそんなに、なんて言うんだろう、まあ腫れ物扱いって書いてあるんだけど、ちょっとあんまりうまくおしゃべりして仲良くなってっていうのが今まで周りの人とできなかったので、ちょっと人前でお話ししたりするのが少し苦手です。だから今日今ここで自己紹介してるのもすごく緊張してるんだけど、クールとかまあ言われるけど、レナは普通のつもりです。ツンデレ？そう、仲良くなった人からはツンデレって言われることがよくあるんだけど、ツンデレって何？ツンもデレも意識してないんだけど、レナは普通に過ごしているつもりです。で、お家では、アニメとかゲーム禁止されてて、本当はやっちゃいけないんだけど、内緒でいっぱい遊んでます。だから、このボイスオーレでみんなと一緒に声優目指して活動しているっていうことも内緒です。だけど、まあ一部の使用人には、ちょっと話して送り迎えとか手伝ってもらったりしてるっていう感じかな。はい。こんな感じで分かったかな。分かりました。もうね、顔真っ赤っかにしながら頑張ってお話ししてくれてありがとう。かわいい。